ハイ、はい、大落の窓です。今回の話題、日本の関関式曲直機を下げぬなら、我が国は独島機で乗り込む。今回はこんな暴言も飛び出すニュースに突っ込んでまいりたいと思います。2022年11月、もう来月の話ですよね。 日本で開かれる観艦式にどうも韓国さんが参加するよということで最終調整に入っているこんなニュースが舞い込んでまいりましたこちらは日本の TBS ですよね TBS ニュースが伝えております結局なんか来るみたいでありますけれどもどうでしょうか、これ皆様確かに前日の10月26日までの時点では韓国政府としては 国家安全保障会議、NSC にかけて参加の是非を決めるなんて言っておりましたけれどもね。まあね、すごいことであります。戦争でも始まるんじゃないかと思うことでありますけれども、なんでこんな大げさな話なんでしょうか。まあただいずれにしましても、ここで本当にね、参加するということで決めたんでしょうか。この動画が公開される前後あたりではね、またもしかしたら変わっている、こういうこともあるかもしれませんけれども、 とにかくどっちにしろであります。こうして出るとか出ないとか、極実機がどうしたとか言っている、こんな話自体ですね。国際的には非常識なニュースなわけであります。しかしながら、この国際社会、今度の観艦式にはね、日本にやってくる国々、こんな国々があります。アメリカ、イギリス、カナダ。 オーストラリア、フランス、インド、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、シンガポール、そして私が今住んでおりますこちら、タイからも参加するということで出ないのはですね、チャイナさんはどうもね、来ないということらしいですけれどもね、しかしながらユン政権としてはここでチャイナさんと2人ぼっちということになっても困ると思ったんでしょうか。 日本の自衛隊も今回は韓国へ招待状を出したということであります確かに普通に考えたらですねこれまでのあちらの言動を考えれば招待するのはいかがなものかとこうなるのも無理はないと思いますしかし一方ですね日本としては旭日記などそもそも何も問題はない当たり前の話だろうというそんな意思を示す上においては この今回の正体についてはそれはそれで良かったのかもしれないと私は思います2018年の韓国での観艦式では旭日記を下ろせとあちらの、ね、文政権は言ってきたので日本の開示はやめたとこれは当たり前ですけれどもね日本政府はやめたということになったわけでありますその年の12月でしたよね韓国の軍艦に。 日本の哨戒機がレーダー照射を当ててきた。こんな事件がありました。続いて翌2019年、今度は日本の観観式でありますけれども、韓国は招待しないよと、このようなね、過去の経緯があって、今回の話に繋がってきているということであります。ただ今回、いざこうしてですね、韓国が参加しますよと、日本の式典にお邪魔しますよというのであるならば、 最低限レーダー照射に対するきちんとしたちゃんとした謝罪はしてから来るというのが礼儀ではないかと思います。これまで彼らが言ってきたのは日本に対するきちんとした謝罪ではなく言い訳こんなものしかね私は少なくとも聞いておりません。いずれにせよ今回のこの話最後にねどう転ぶかそれは分かりませんけれども。 もし本当に出てくるということになるなら、あちらのイン政権のことですから、日本から参加しろと頼まれたので、仕方なく出てやった。あるいはですね、アメリカさんにも頼まれたんだから仕方ないからおうと、こういうことをね、言いそうですよね、自国民に向かって。しかし、そもそもの話ですよね、本当の敵国だった、そのアメリカさんをはじめとする連合国ですら、 何にも問題視をしていない日本の旭日期に対して世界中で自分たちだけが騒いでいるこれ本当に恥ずかしくないのかと思いますよね。一旦そのわめき声をやめてみて周りを冷静によく見渡してくださいとご覧くださいと言いたいところであります。今や日本をを非難すればお金ももらえるといううねそんな時代はもうの昔に終わりました 反日で政権を維持するやり方もねもうすでに世界中の国々に知れ渡っております大人だってねそんな話は知っておりますもう何度も繰り返しになりますけれどもねこのチャンネルにも時々あちらの人たちがね見てるんでしょうねコメントをね置いていくそんなこともありますのであえて申し上げておきますけれども この曲実機いいネタつかんだぞと喜んで騒ぎ出したのはつい最近ですよねある意味ある意味ですよね2011年の1月のことでしたサッカーアジアカップの日韓戦でキ・ソンヨンがゴールを決めたここでねよっぽど嬉しかったんでしょうね日本にゴールを決めたということでそこで、サルマネをやったわけですよねその後、キ・ソンヨンは一応ね謝罪するわけですよね。 その時の言い訳が会場に旭日記が見えたから頭きて感情的になってそんなね言い訳まあこれね嘘なんですけれどもねそんな嘘をついて旭日記なんか実際会場にはありませんでしたところがねそういう嘘をついて謝罪したわけですよね自国民だけに向かってこれがねあちらの国には大いに受けて拍手喝采となったわけであります。 それまで旭日記なんてあちらの人たちは一切騒いでいなかったのにこの素行の悪いサッカー選手の発言一つで国が動かされるんですからね本当に驚いてしまいますある意味単純だと思うわけでありますけれどもそれ以来あちらでは去るならぬ何とかの一つ覚えですよね本当に旭日記旭日記と何かにつけて騒ぐ。 世界中でそれに似た頂点模様を見つけては抗議する今もやめておりませんさてそんな中でですね今回この観艦式ですよねお隣さんはどんな風に見ているのかということで今回ちょっとネットの声を拾ってみたいと思いますけれどもまずはこんな声参加すれば韓国の軍艦が旭日記に敬意を払うことになる。 当然不参加というねこんな意見でありますけれどもということは今回もし韓国さんが本当に日本の観艦式に参加したら旭日記に敬意を払うということですなわち認めたと。 いいうことででよよろしいんですよねそういう意味になりますけれどもね、この発言はそれからユン政権は支持率の問題があるので参加したくてもできないのではないかと、こんなことを言っておりますけれども、どううでしょうねおそらくこれ、今回もしかしたら本当に参加してくるのかもしれませんよね。 結局今のユン大統領はこれ優柔不難なんですよね政治家としては反日なのか新日でやってみるのか従来のやり方で国民の支持を得たいのかそれとも何とかしてね自ら政治家として国民を説得するつもりがあるのか本当に何がしたいんだかよくわかりませんはいそれから本当に先判機を下ろせというのなら 旭日旗なんかではなく日本帝国の旗であった日照旗を下ろせと正式に抗議すべきだとこんなことも言っておりますけれどもねこれ本当に冗談ではなくいつかそのうち言ってくる可能性もありますからねだからさっさと断交だとみんなねこちら側の人たちは言っているんですよね首脳だの外相会談だのそんなものは一切金輪際無用だということではないかと思います。 それから「過去を忘れた民族に未来はない」「旭日記などに譲歩し低姿勢で外交する必要などない日本は狡猾で緻密だ」「今回の話も日本が意図的に仕掛けてきている参加してはいけないいずれ日本で政権交代があれば歴史を認めるときはやってくると」とこんなことをね言っておりますけれども。 かつてのね民主党政権時代なんか最悪でしたけれどもねただこうしてですね今彼らは日本の立憲民主党あたりをなんとか支持支援するということで湧いてくるわけですよねそうして外国人参政権をよこせと騒ぐこんなこともあるのではないかと思います。 はいそれからどうせ滅びゆく日本だ相手にする必要はないはいこんなこと言っておりますけれども本当にこっち見ないで結構ですということですはいそれから日本が極実期を諦めたいのなら韓国は独島入りの朝鮮半島期を 掲げていけばいいとこんなことを言っておりますけれどもねやれるもんならやってごらんなさいですよね本当にそこまで下品なことをする国など歴史上前代未聞だと思いますけれどもねそういった自らのことをね宣伝するにはいい機会かもしれません一方竹島についてはこんな意見もあります。徳島を日本に5000ウォンで買いい取ってもらい 同盟を結べばよいのではあんな岩山にこだわるのは無駄な行為とこんなことを言っちゃっておりますけれども誰がお金を払って買うんだということであります何か勘違いしてませんかね、この人はそれより竹島を不法占拠して日本人のね尊い命まで奪っている多くの民間人を拿捕して交流した。 海上自衛隊にまでね武力行使して発砲までしてきた島を長年占拠して生態系はめっちゃくちゃにしてくれたそれに対する賠償ですよねそれを払ってさっさと立ち退いてくださいとこういうことであります。まあ、ということで今回の観艦式でもねあちらの人たちが騒いでいる旭日機 向こうのキ・ソンヨンの話からですね彼がねもう要は大元なわけでありますけれどももうすぐ丸12年にもなろうとしておりますけれども。 サッカーといえば直近でもこんな話がありました2022年 FIFA フフワールドカップ開幕がねもうあと1ヶ月に控えているわけでありますけれどもカタール・ドーハの某有名ねショッピングモールで日本の極日記模様の写真が設置されたとこれ、広告でありますけれどもねそんなものがボーンと上がったということで現地に住む韓国人やネットユーザーが抗議をして撤去させたこんなニュースがねまた。 上がっておりましたここで名前が出てきたのはおなじみ蘇玄徳精神女子大学の客員教授ですよね。あの人が 出てきたわけでありますけれどもこの人ねその後ネットでこんなこと言ってますこの広告の主体が誰かは現在わからないということでなんだかよくわからないものに対してやたらめったら喧嘩をふっかけているんでしょうかおっかないですよねそれからこんなことも言ってますショッピングモール側は写真を外したが FIFA とワールドハイ組織委員側に抗議して再発防止を要請する 最近、大型スポーツ行事に旭日機がしばしば露出するがこれを防ぐためのグローバルキャンペーンを続けていくということでねそういうものを見かけたらぜひ連絡してくださいなんてねこんなことを呼びかけておりますけれども。 日本政府はこうした抗議を受け入れたことに対するさらなる抗議もか、ね、ぶせて今後はやっていくべきだと思います外務省の公式サイトや YouTube チャンネルでも日本政府はね多言語で旭日記について世界に向けて発信しているわけですからね今回も公の場でねこうして覆されてしまってまるで韓国が言う戦犯機悪いものの扱いにされて撤去されたらそれは日本としては。 これね怒って抗議するのは当たり前ではないかと思うんですけれどもね皆様はいかがでしょうかということで今回もここまでご視聴いただき誠にありがとうございましたチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ